色違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は立教大学観光学部観光学科3年の若狭詩織さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ若狭さんは今どんな活動をされているんでしょうか。私は街づくりの研究を今やっています。観光地って言える場所ってなかなか日本には少ないかなと思うんですけど、そういう場所でも何か地域に価値のあるものとか歴史的に大切にされてきたものはあるのでそういうのに注目しながら街づくりを考えていくっていうことをやっていました。実際今どの町の観光的なその視点でこう学んでらっしゃるんでしょうか。観光街づくりコンテストっていうのを、埼玉県の新座市を対象に行って埼玉県の新座市には立教大学の新座キャンパスがあるので観光地っていうわけではないんですけどそこでどうしたら観光まちづくりができるかっていうのをやりました。新座にはどんな魅力がありますか。新座市は農業が盛んなんですね。そういうのとかはなかなか知られていないんですけど、新座市内にはたくさんの野菜の販売所とかもあって、大学生にそういうものをどうやって楽しんでもらうかっていうことを考えました。観光っていうとこう経済的な部分が意識されがちだと思うんですけどそれだけではなく地域の歴史とかそういう文脈を意識しながらこれからの町にとって観光がどういうふうな役割を果たせるかっていうのを研究しているっていう感じです。もともとその若狭さんご自身が観光っていうところに興味があったんですか。私はもともと貧困問題に興味があって、それで、高校2年生の時に飛び立て留学ジャパンっていう留学制度を使って、スリランカに留学に行きまして、その時に農村地帯でこう外に出稼ぎに出る人が多いっていう現状を見た時に観光っていうものが何か地域の格差とかを是正するものになるんじゃないかなっていうところで観光学に興味を持ちました。夢は町らしさを体感する旅の形を広めたい。その夢のルーツは小学校4年生の時に東日本大震災を福島県の郡山市で経験しました。震災後間もなくして私はその郡山の地を離れることになったんですけれども初めてその場所から離れてすごくその地域が恋しくなったというかもっとその地域のことを知っておけばよかったなだとかそういうふうな感情が出てきてもっと多くの人が自分の町とかこれまで住んできた場所に誇りとか愛情を持ってそれによって多くの人たちがそこに魅力を感じて観光に来てくれるっていうような仕組みができればいいなっていうふうに思います。今回の夢は町らしさを体感する旅の形を広めたいでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。